やろ YouTube! イエース不動産の鬼ま虫のさしげみです。今回は神回です。すごいです。これと最後までね、しっかり見ていただいた方には最後の多いんですね。もうすごい、これを入れたらもう大丈夫っていうすごい資料出てきますんでね、ぜひ最後まで楽しんでください。前回はね、えっ、ー、とこの資料のここですね。 銀行マン、あなたが銀行マンが自分の支店長に説明するつもりでこの資料を作るんですよみたいな話をしてきました。そしてね、このまず挨拶の一文がね、ここの自分のメールアドレスを書いて、まずは銀行マン様にご挨拶をすると。 それでご挨拶をして、どうもありがとうございます。私の代わりに支店長に説明していただいて、この臨時資料を通していただいて、ありがとうございますっていう気持ちでね、作っていきましょうっていう話をいたしました。じゃあ、その資料の中身に一枚一枚入っていきたいと思います。これをね、この資料の中身まで全部説明してるところはありませんよ。まあ、今回ね、架空の物件ってことで、スバルハイツ A と B とっていうのがあるとして、まあ、合同会社なんとかなんとかってね、まあ、自分のその物件を買う会社、もしくは個人名を書いてね、こうやって資料を作ってください。安心してください。このね、パワーポイントの資料は、 そそっくりそのままあのウェブ上に載せてますんで本当に使う方はねこれをあの、まあ、使って自分でまああの画面をキャプチャーしたりこう切り貼りすればできるようになってますんでねそのやり方までまあ細かく書いたりしたりしてますんでぜひ最後まで見てください。 まあ題名がありますねそしてこう物件の概要、まあ、例えばここは1億 7, 700万円税込みみたいな感じで,で木造何年で土地何平米何坪みたのねあの要は銀行マンの方が調べる必要がないのにもう全部書いてください平米って書いてあるから分かるだろう坪なんか書かなくていいだろうじゃなくてもう全部書くんですもう,もう親切に親切に銀行マンの方に調べていただくこと一つもありませんからいね、まあ、もちろんそこに間違ったこと書いちゃダメですけれどもそういうふうにやってこう何々せん何々に リトを何分とかね。 やってでそれだけじゃないです。で現在、えー、利回り何で、えー、満室稼働中とかね、まああのー、利回り15%で、ね、満室だったらちょっとね、今一つなんで、まあ、これは吸室率50%くらいの物件でもいいんですけれどもね、それで15%くらいだと、それを満室にすると価値が上がりますので、それを売るとまあ2倍くらいで売れたりして、えーまあ、実質的な利回りもがばがばっと上がって、まあ、20%, 20で買ったものが25%になるなんて、そんなことが起こってきます。それはまあ前回の動画で話しましたけど、今回はね、こう,こういう資料を作ったらいいですよって。 まあ、例えば、あのこのどこまで何分周りにどんな企業があってねあの、フードマーケットとかイオンタウンとかありますよと、それで、えー、この何々駅まで何分みたいなのと、あとこの、ね、何々市はこう人口どんくらいいて、何々市のホームページによると、どのこのとかっ、ね、て書いてって、まあ、近くには大手企業がありますと、これあの、そこに勤める従業員の方が十分に入りますよっていうような、そういう、まあ、エビデンスを入れておくわけですね。 そして、えー、これは Google マップからコピペして作ればいいです。そして、ここをさらにもうちょっと拡大します。最初ね、えー、何々県のこの辺ですっていうのを相手にしイメージしてもらって、それを拡大するとこうです。それを拡大するとこうですっていう形でね、最寄りの駅から実際この辺にありまして、みたいなのを Google マップから切り張りして持ってきます。そして、何々と5分みたいなの書いて、で最後にこの物件、この建物なんですよ。これが A 棟 B 棟ですよみたいなのやって、A 棟はこんな絵ですよ。B 棟はこんな絵ですよみたいなのを作って、そして、 こののメリットト物件のポイント、まあ、別にこんなフォーマットじゃなくてもいいですよ。自分で過剰書きにしてもいいですけどね、なんかちょっとかっこよくした方が銀行の人もね、あの見る気になりますんで、まあ、例えば資産性、えー、土地はえ何坪と資産性もあり、太陽光発電も備えているため、売り出し。 近隣の売り出し物件と比較しても競争力ありますとかね、この辺はもっと自分で文章を作ってもいいですし、例えば立地は駅からフラット、これフラットって結構重要なんですね、で5分であり、何々駅、何々経由でアクセスも良好とか、あの近隣の施設も充実しています。 そして大手工場、保育園、小学校、中学校があることから、賃貸需要も高く、毎日経営がすでにできており、まあ、この物件の場合できておるというか、まあ、見通しがあり、将来も安定的に収入が見込めます。要は、ね、あの銀行マンとしては、この物件に貸してもいいんだなという資料をここにどんどんどん,どん揃えていきましょう。そして、修繕利益あの 築何十年の物件というのはですね、まあ、修繕していったりしてなかったりするんですけど、まあ、この物件の場合はあのオーナーがす、ね、でに売ろうと思って、売ろうと思ってるってことは修繕してるんですよ、その1、2年くらい前に、ね、あの外壁を全部塗装してたり、部屋をあのなんかきれいにしてたり、まあ、大体塗装ですけれどもね、ね屋根を修理してたり、そういうのが履歴として残っている物件の方が売れやすいので、前のオーナーは大体そういうことをやります。そ,のでそれは売る前に売ろうと売ろうかなと思ったときに、大体やるんですね、そこの物件から十分な利益を回収し終わった。 後にそして、えー、その物件の付加価値をつけて、えー、なるべく高く買ってもらうように、まあ、気を使っている物件もあれば気を使ってない物件もあるので気をつけてないところは後に言う方法でそこを、えー、なるべく安く買っていく適正な価格で買っていくということになるわけですねそして修繕履歴はこんなありますエレベーターもないため、えー、管理ランニングコストは抑えられますみたいな。 であとはその収益性、どういう収益があるのか、ここが、ね、やっぱり銀行は気になりますし、この物件を私の労働力で返すんじゃないです、この物件が稼ぐ力で、この物件の、えー、ローンを返していきますよっていうのが見えるように、これ、あのそれぞれの項目に、ね、また別紙がついてきますので、まあ、例えばこの収益性のところでは、賃料も近隣として比較的安定し 適正値です、まあ、そのじゃあどういう風な適切なんですかっていうのを後で見ていきましょうね。そして利回りは何パーセント見込んでおり収益が高く、これに加えて w i f i、えー、防犯カメラ、テレビドアホン高いボックス、まあ、これ王道ですね。こういういものを 要は導入するのに安価なんだけど、それがあると入居者は喜ぶ、もしくは長く住んでいただけるというようなこういう仕掛けをしていくわけです、すそういうのがあるので、物件あの価格の向上が図れますということであの、賃料が上がります、売る時の値段も高くなるんでしょう、そして施設あの構造設備ですね、南平米東、まあこの場合 3DK なんで結構広めの部屋ですね。 なので、あの大きい部屋ほど引っ越しがあって、にくい、小さい部屋ほど荷物が少ないので、引っ越しがバンバン出る、そうすると引っ越しが変わるたびに結構ね、あの部屋クリーニングしたり、あの塗装したり、床を張り替えたり、あのまた広告料を売ったりとかっていうことで、結構お金が出てくるんですけど、まあ、3DK なんてファミリー向けなんでね、一回入るとなかなか出てこない、これがいいんですね、だから私は 2DK から 3DK を、ね、おすすめしてますけど、別におす,すめ物件じゃなくてもいいんですよ、まあ、その物件の特性に合わせてこれを書いていくと。 で長期間の入居が未公待できますということで、バスト入れ別、洗濯機、ね、置き場、室内、まあね、今時室内じゃない物件あるのかってっ地方は結構あるんですよ、あのベランダに、ね、洗濯機置き場があるなんて、まあ、そういうでガスもプロパンで。 あの割安でインターネットなんとかかんとか追い焚きが備わっていますもんね、これ追い焚きがあるかないかでね、あの選ぶとき、重要なポイントになりますんでね、でこういったものを書いて、それぞれのべし、まあ、例えば一番の資産線とこだったら、こういうのがありますよっていうのを作っていく、例えば、えー、工房面積何平米で、なだから何坪で、平成何年度路線化、これ路線化はあの以前の路線化のページで、ね、あの説明したと思いますけど、そういうところから拾ってきて、こうて、 うん、ここに貼り付けるわけです。その路線価がいくらです。っていう証拠をね。もう銀行マンの方がやること、なるべく一つでも少なくするようにここにやってください。でえ、坪平米単価がいくらで。 ね、だから、工事価格、それ路線価なんですけど、路線価はね、だいたいあの工事価格の8割程度なためにそれを割りかけたもので、このくらいの価値があるんですよ、銀行さんっていうのを、こっちで調べて提案してくれる、ねまあ、それでも銀行の方がさらに査定するんですよ、査定するときにあ、この、ね、オーナーの人は分かってるので、まあ、貸してもいいかなと、ね、この人はねあの、いいんですと。 要はその自分の担当になってくれた銀行マンがその上司である支店長とか、ね、エリアマネージャーとかそういう人にこう説明する機会が臨議書を書くときに少しでもあの手助けになるようにそこを考えてあな,たあなたの資料を書くんじゃないです銀行マンの資料を今作ってるんですね。であのこのエリアではこのくらい、ね、あの見込まれますということであのやっていきます。はい そして、まあ、資産性の資料、まあ、例えば周辺の物件ねあの、自分で調べてくださいね、まあ、調べるとすぐ,すぐ分かりますので、この,この,あの類似の物件であの、徒歩何分で、ここはいくらで売ってて、えー、と土地はいくらで、利回りはこんくらいで、うちの物件は高い方ですみたいな資料にしてもいいし、自分の物件の、ね、売りをこう上げていくわけです。高い回りになってます。そして資産性その3はこう太陽光がついてるんですよと。これ、ね、太陽光だけ別で買いい取るなんていう、ね、パターンも ありますんでローンはローンで送って、その前のオーナーが、ね、この太陽光だけ、例えば今、前のオーナーがローンを組んでるんで、それは一括で買い取ってくださいとかね、そんなパターンもありますけれども、まあ、そのパターンは千差万別なんで、あのーまあ、そのまま家に、ね、くっついてくるパターンもありますけれども、うん、この太陽光がいくらで、どんくらい入って、小手買い取り価格がいくらなんでってね、当然ね、あなた自分の物件買うんだから、今回計算しますよね。そしてあのほぼ その毎月プラスアルファの利益が入ってきますよなんていうのをつけてもいいかもしれませんね。そして立地、まるまる、周りに何があります日本、ね、モール近いですっていう方が当然嬉しいですよね。えー、それとかあのヤオコとか,なんかあのスーパーがありますとか、こういうのも地図上で表示してあげてください。そしてその ンモールがね、あの2025年にオープン予定って、こういう未来,未来も開けていくんですよみたいなのも、そういう資料がすでに分かっていれば、その地方公共団体のホームページとかね、そういう団体のホームページに載ってたりしますんで、もちろん自分がこれからそこに何千万もつぎ込むっていう物件、興味関心がありますんで、こういうの調べて載せていくと、おなるほどねとあの、要はね、その地域じゃないところの銀行にも出したりする場合もありますんでね、あのいっぱいつけておいてあげてください。 で、立地は、その何々小学校、保育園、ちびっこ広場こんなに近いですみたいな、あの、あるといいですね。これは、入居者が見込まれるへ、そうなんだっていうのを、ね、その方がいちいち調べて、この紙に作ってね、臨時書に入れなくてもいいということなんですね。そして、えー、ポイントはこれ、修繕、ビフォーアフターなんて書いてますけれどもね、あのこれちょっと明るくしていい感じにしたあのやつで、こういうふうにあの変わるんですみたいな。そして、修繕履歴の PDF なんかもあったら、こういうところにね、あの、 ああ貼ったり、この,あのページ数は何枚増えてもいいので、そこにこう挿入していくとかね、そういう仕掛けをしてください。まあ、あの本当に簡単な履歴であれば、ここにあの切り取って貼り付けてもいいですけれどもね、まあ、この物件の場合には、全室、エアコン、ガスレジ交換済みとかですね、防水塗装工事を何年からやりましたみたいな、そういうのがあの業者からもらった資料の中にあれば、つけていってください。そして収益性ですね周辺の 家賃賃料はこのくらいの広さで、だいたいいくらですと ?3 万9千円ですとか、5万円ですとかね、周辺の物件をこうバーって並べて、ここはね、まる丸るって書いてありますけど、これはあの本当の名前を入れて作ってくださいね。そしてこの物件は築何年、この物件は 3DK、3DK、2DK、で、駅何分、そして共益がある物件、ない物件、駐車場、ただの物件、駐車場が5千円の物件とかね、こういう風に、えー、やっててで、だから私のこの値付けは適正であるし、むしろ安いと言え 言えるんですみたいなそんな感じですかね。その中でこの間取り構造設備、まあ、バストイレ別とかペット対応化とか、えー、駐車場26個に対して30台分確保とかですね、何平米で間取りはこうでっていうのをここに貼り付けて、さらに、ね、インターネット、テーブル、テレビ、Wi-Fi 無料、防犯カメラ、テレビドア設置予定、今ついてるのはこれだけですけど、これを設置するんで、さらに価値が高まってお客様から選べる,選ばれる物件になりますっていうのを プレゼンすするわけですそ,うす、ね、そしてここあのいろんなね、もうその他にここにあるの以外に業者からもらったあのプラスの資料っていうのをどんどん入れて、ここに貼り付けていってください。そしてそのこのページをどんどん増やす。ね、この PDF 何枚になってもいいですからね、もう最終的に分厚くなっても印刷するのが大変だよって言っても結局それを印刷してただ送るだけですから。はい、で次にあの本人の あの概要っていうことで、そうですね、何ページになってもいいので、過去3年分の確定申告書を全部つけてください。えー、確定申告書つけるの嫌だよじゃないんです、銀行マンがね、いちいちあなたが隠してるの、また暴いて調べてね、この人、本当にいい人なのかなって、調べなきゃいけないわけですよ。 であのそれをそんな恥ずかしがっててもどうにもならないです全て確定申告やってない方は過去の3年分の給与明細とかを、ね、貼り付けてくださいねそしたらこの人はこういう会社に入っててこのくらい,いあの収入があってとっていうのが分かりますねでそのほかにも、ね、あの自動車のローンとかカードローンとかがある場合はその返済額とか返済、えー、明細表とか償、ね、還金額表とかなんかあったりしますのでそういうのをもう貼り付けてください。えー、じゃないんんでですす銀行は、ね、どうせ調べれば分かるんです我々の信用 情報はね、あのシェアシーってところに登録されてて、そこを見ながら銀行マンやってて、私がいくら隠そうが、あの車のローンがいくらあってとか、全部過去の借りた全ての履歴が銀行見れますからね。あのもう今そういう社会なんですなので、隠したってしょうがないです。で隠せば隠そうとね、銀行マンからはこのお客さん面倒くさい人だな、なんかあの私に言えないようなことがあるのかな、どうせ調べればわかるのし。 にっってて思いながらやってるわけですよなのでもうここに隠しちゃってくださいで取引する可能性がないかもしれない銀行にね確定申告書を送るのは嫌だななんて思っても、これわーンってこと分厚い資料を送ってすみません、うちでは融資できないんですってなったらそれあの,そのままシュレーターかけてくださいとかね、ねあのこれそのままあのお宅に送り返そうと思いますけど、送り返す必要ありますかとか聞いてきますんで、そしたらあの送り返してくださいって言えば、それを送り返されてきたのをまた別の銀行に送ればねそのまま使えますんでね。あの 例えば30校に送るんだったら1 0部くらい。あの作ってそれを送りまくって帰ってきたのから、次々次の銀行に送るっていうようなね方法もあります。まあ、めんどくさい場合、まあ30部吸ってその一気に送っちゃうっていうのもいいいいですけどね。はい、余談ですが、ね、でまあ、要はあの銀行マンからすればね。 あの毎日何十件も処理しているアパートローンのうちの一つの案件なんです、もう何百人もの個人情報というかね、その確定申告書とかを見て、そのあこの人、どんな会社で副業こんなんやってって、見てるわけですよ、ね、職務として、だから別にその送ったってね、その恥ずかしいなんて思ってるのはあなただけなので。 あので向こうもプロですから、それをなんかどっかに、ね、流したりしませんのであの、もうどんどん送っちゃってください、それを隠しているという自分のマインドの方があが、自分の成長にね、妨げになっていますんで、はい、というでここにまた次のページにはね、登記簿で、その物件とかその、まあ、場合によっては周辺の,その、えー、指導の登記簿とかね、それ。 あのもらえます、まあ、自分で取りに行ってもいいですけど、不動産業者の方に言えば、もうね、この買うっていう検討してるのに、それがなかったらできませんのでね、登記簿はその不動産業者の人に言えば、この人、本気で買うんだなって思えばあの送ってきてくれますんで、それをここにペタペタ貼りましょう。で、あんまりね、ちっちゃく貼っちゃうと見えないんで、もう本当、その1ページのやつをここにそのままあの挿入すればいいです。PDF で取り込んでから入れてもいいですしね、そのまま紙のまま突っ込んでもいいですし。 そして収益性のやつも過去のね、あ、過去じゃないの、購入後3年後、どのような収益が上がっていくのかっていうのを、エクセルにしたものを1ページ目にまずドーンと載せます。ここにはね、あえて載せてませんよ。まああのまあ、自分でそのエクセルを作ってね、その画面をキャプチャしたやつをこういうところに貼ってください。 そして1ページ目の根拠となるエクセル資料を2ページ目、3ページ目、2ページ目以降にです、ね、4ページくらい作成して、まあ、グラフとかも載せたらいいですねあの1年目はこういうふうな収益でこのくらい返済して えまあその修繕費がこんくらいかかって今空室が何部屋あるからあの月に1部屋ずつ修繕をかけていって修繕が終わったところから募集をかけて3月が近づいてきたらここの繁忙期であの2部屋埋めますとかねあのもう3月までに。 全部屋埋めますとか、残り何部屋空いてましてっていうのを、この自分のシミュレーションです、これ未来の予測なんだよ、コンクリートになるだろうなっていうのをやってってください、でもね、あの1ヶ月に1部屋ずつ埋めるっていう計画にしてたけど、本当にそんなことなるかどうか分かりませんよって、そんなの私も分かりません、だから計画するんですね、で、計画した上で、これ、後で出てきますけど、なんで満室になるのかっていう根拠、これをつけます、そしてその根拠が自分で、えーあ,まあ後から説明しますけど、自分でそれがね、言い切れない。 説明できないようであれば、銀行マンの方はそんなオーナーに貸したいと思いますか、ね、貸したいと思いませんよね。なので、自分で絶対こうなるっていうプランを作ってください。そして実際そうな,なると、もう自分で確信できる資料、あ、ね、とで説明します。そここが紙回って言ったところですね、それ説明しますので、ね、あとで出てきます。で、これが、この資料がもし自分の手でゼロから作れないという場合は、ね、もう不動産投資を諦めてください。はっきり言います。 これができないなんて言って、これも教えてください、エクセルのスケートを教えてくださいっていう人はね、もう無理です。なぜならば、あなたの一生がかかったこの物件の未来予測図ですよ、これが自分で描けない人に、これから不動産投資経営ができるんですか ね、できないですよね。なので、ここは力を入れて自分でやってください。本当はね、この資料も全部自分で作ればいいんですよ。でも、あのー、私、この、ね、フォーマットをあの置いておきますんで、代わりのフォーマットを使って、ここにパシャパシャ、ね、写真で撮ったやつをあのコピペして入れていけばいいのでね。そして、えー、満室計算。満室計算ですね。えー、周辺の賃料とその間取りの相場から当物件がいかに優れているのかっていう資料。 ね、空室率が例えば50%だったらいつまでに満室にするのかっていうのをね、そのさっきのエクセルの資料で作っていってください。はい、ここです、こうこうがすごい。例えばね、空室率が50%の物件が1年で満室経営となる根拠みたいな資料を作るわけですよ。これがこのね、一番面白いところであり、目玉が飛び出すところですからね、これすごいですよ。まあ、この図見ればわかると思いますけどね、これは例えばその茨城県のどっかの地域ですけれども、まあ 東京からまあ1時間かからないのかな、40分から1時間半くらいのエリアですかね。あのその辺が結構割安なんですけれども、えー、そういうところを狙って、まあ、これ自分で調べる分かると思います。これがホームズっていうなんか検索サイトですね。で、ここで、えー、物件の、えー、なんだ、その。 検索数、空き部屋をこうやってバーンってやると100部屋以上、この大々色の点々が左側にです、ね、ありますね、この100部屋以上ある、こういうふうに表示されるんだけれども、同じくらいのグレードの物件で、あのー、こ,の空この点々の数だけ空室があるってことですからね、空室もしくはあの空き物件があるってことなんですそれをたった w i f i 無料、防犯カメラ、宅配ボックスという。 もうこれがないときついよねって、もう借りる人から思われるような、このキーワードを入れるだけで、この右側のようにね、のその検索条件やるだけで、こんだけ物件が減っちゃうんです。これは一体どういうことでしょうか、そうです。つまり、競争相手が弱い地域だってことなんですね。別の言い方をします。えー wi Fi、無料防犯カメラあありり宅配ボックスありの物件から埋まって,いて でまだ供給が足りないって、いうことを表してるんですねこれ,だってあのこれだけあった物件の,この右側のようにね、実質あの減っちゃうわけですかということは、ねな、どういうことかというと、その地域に実質的な競合物件はこのくらいしかない、まあ、3、4個くらいですかね、しかないってことなんです。つまりそこ、それを満たしているところから埋まっていくので、この左側のような空室物件、こんなに空室あるじゃんじゃないんですよ。 でこれを実際にこうやって絵にしてみたらどうですか、あの銀行マンの方、おお、これ、なんか紋うになるね、あこんくらい、ね、w i f i 無料とかっていう仕掛けをつけるだけでこんななるんだ、そりゃそうですよね、だってあの家賃の、家賃払ってんの、入居者じゃない場合が結構ありますからね、親が払ってたり、会社が払ってるんですよ。ということは、家賃っていうのは上限いくらまでのとこだったら、自分の好きなとこに住んでくださいって言われてるような賃借人の人は、でも自分で w i f i の料金払ってたりしますよね。 ね、それがその w i f i 無料じゃないところに入って、自分のお金で自分の給料から w i f i の料金を払わなきゃいけないと、最初からついててちょっと高い家賃なんだけど、それを会社が家賃負担してくれる物件だったら、どっちをその入居者さん選びますか、その親御さんを選びますか、その親御さんは防犯カメラがついている物件とついていない物件、高いボックスがついてる物件ついてない物件、どっちを選びますかと答え迷惑です、ね、だかかららここここ埋まっていいくんですということですととうれを 実際に自分の,、ね、あの買うエリアでこれをやればもうね、分かります。じゃあ、とこうならなかったらどうするのってね、そうですよね。はい、これを見てみましょう。これね、あのこれはつけないでくださいね。これはてあの銀行に提出するときにこの資料はつけないでくださいね。品象悪くなるんでね。これは空室率50%が1年で満室とならない根拠資料です。ええー、ってならない。まあ、だからつけないでくださいね。これ何かっていうと。 でさっきのはあの東京、まあ、どこでも名古屋でもいいんですけど、あのえー、要はそういうみんなが集中して働いているところから、まあ、1時間とか離れていったところはあんな感じなんですよ。もうたった1時間離れるだけ。でも、ここは、ね、30分くらいしか離れてない、まあ、東京の、まあ、東側の地域なんですかね。うん、で、見てください、この,、ね、あの空き部屋の数を、ね、800以上、ぼわっと出てきますね。あのこの1個の点の個点中に そのマンションがあってそこでさらにもっといっぱい空室がありますからねあの都心の方がいいとかって言いながら都心の方が競争は激化してますよそれはこの図を見ればわかりますねこんなにいっぱいはい部屋がありましたこの部屋の中からですねさっきの Wi-Fi 無料防犯カメラ宅配ブックス宅配ボックスをでありで検索しても右側の図のようにこんだけしか減らないんですね こんだけしか減らないっていうか、こんだけまだ空室がいっぱいあるってことですよ。ということは、もうあの選び放題ですね。で、これで選び放題だということは、お客さんはどうやって自分の部屋を選びますかそうです、一つしかありません。賃料が安いところに行くんです。つまり、競争できるカードが賃料しかなくなるんですね。ということは、賃料を下げる。賃料が下げると利回りが下がる。自分の利益がもうトントン、ギリギリのほぼ利益が出ないところで戦っているのは、これ、都心です。だって、もともとね、あの、 物件の,その土地代とか建物代が都心の高いわけですから、私たちが払っているその購入金額のほとんどは土地代、建物代に持っていかれて、収益性っていうところに還元されてないんですね。なので、まあ、地方の最初の1件目はです、ね、あの地方の方がいいんじゃないかなというふうに私が説明している理由はこういうところにあります。うん、でもね、自分のステージによって当心の物件の方がいいとか手間がかからない方がいいとか、あの自分の家の近くに持ちたいとか、その自分のステージによって変わるんですよ、あのお好みの物件は。 ただ、1件目持たざるものがあのや,るやって、その給料の代わりになるような物件を仕入れるには、この辺は適してないということがここで明白に言えるわけですね。まあ、こういう、ね、レッドオーシャンのところでも、レッドオーシャンというのはその綺麗な海じゃなくて、血みどろのみんなで戦いまくって、血で汚れて真っ赤かになっちゃった海みたいなことの、ね、レッドオーシャンと言いますけど、このレッドオーシャンで戦うと、あの実質的な競合相手がいっぱいいてです、ね、値段を下げる価格競争に巻き込まれる、つまり別の言い方をします。 競争相手がみんな強い地域なんです。どうですか競争相手が強いところと競争相手が弱いところ、どっちでやりたいですかこれ簡単ですよね。だからちょっとした仕掛けでは勝てなくなるわけです。内装をめっちゃ良くするとか、お金をかけて、あのー、システムキッチンにするとか、あのー、お風呂を丸ごと書いてこれ何千万かかるんですか、ね、?1 人家賃5万円とか10万円で済ませてるのに、そんな、ね、システムキッチン、お風呂を入れ替え200万とかね、そんなかけていったら何ヶ月間ただに済ませるんですかっていうそういう話です。この資料、ね、だから、ね 都心とかそこからね、もうね、1時間から、まあ、私のねらいに1時間半、1時間から1時間半くらいのエリアですね、あのまあ、2時間でもいいですけど、ちょっと2時間行き過ぎるとね、結構遠いかなっていう感じもするので、あとやっぱりね、自分が面倒見やすい距離っていうのも重要ですよ。でだったら、こういう風にね、あの簡単に勝てる地域なのか。 簡単に勝てない地域なのか、ブルーオーシャンなのか、レッドオーシャンなのかみたいな、これを自分で調べてください。そして自分のお気に入りのエリアを見つけてください。あここって勝ちやすいんだ。え、こんなところ住んでみたくないと思うけど、案外、賃料の割に高いエリアなんだ。このエリアを探すんです。ね、これが終わって、勝てるという確信を得たところで、この資料を作るわけですね。そのときに銀行に見せるのはこういう見せ方がいいですよっていうのを、今、ここで説明したわけです。 はいどうですか、面白かったですか、そしてね、またさらにこ今こに、計画を、ね、入れていってください、この返済計画、ねあのー、銀行から、えー、借入金、頭金、手付金をこう明らかにして、えー、金利いくらで何年のローンを組むのかっていう、自分の望んでる、ね、これを自分がこうしたいんですっていうのを、まず銀行様にお提示しないことには、 あの銀行は、ね、何年がいいんですかって,って、ね、35年でお願いしますとか30年でお願いしますとか、ね、20年でお願いしますとか、ね、いやいやあなたの場合は、ね、30年は無理ですよとか、ね、この物件の場合は20年でどうですかとか向こうから、ね、提案されますのでそれなるべく長くしてキャッシュフローを出すようにすればいいですよそれとか自分の返済計画とかどういう未来をあなた自身が望んでいるのかってそういうことにこれを自分でエクセルで作るって書くんです。 ででこのくらいの収入があるからえ毎月15万円の返済してもあのは毎月80万円入ってくるので毎月100万円入ってくるので15万円返済しても、ね、大丈夫ですとかあの以前にお伝えした損益分岐点の考え方で言えば10室中3室満室になっていればあの全然耐えられるんですとか、ね、で実際今5室満室になってますし最終的には1年以内に満室にあの100%にするので、えー、キャッチフローが出てその分余裕が出たら修繕もしていきますし。 あのまあ、繰り上げ返済しますっていうのは銀行から見れば、ね、嫌なので、だってその30年間の,あの利子で、ね、銀行は利益になるなって思って貸すのに、こう繰り上げ返済するお客さんっていうのはね、ある意味裏切りなわけですよ。だってあの総支払い利子料が減りますんでね、あの繰り上げ返済して嬉しいのはオーナーというか、買い主だけで、銀行はずっと借りてほてしいわけです、安全な物件を。 でもねあの、そんな銀行のためにやってるわけじゃないんであの、繰り上げ返済したくなったらすればいいんですよ、ただ銀行的には長くお付き合いさせてください、どうか私に、私にあなたの銀行のために利子を払わせてくださいっていう、こういう姿勢が大切なんですね。 はい。ということで、この資料がゼロから自分の手で作れないという方は、不動産投資を諦めてください。でもね、安心してください。Google って検索するとね、いっぱい出てきますんでね、その Excel の表みたいな、それをがばと入れて、もう自分でね、作る。これ、自分で作ることが大切なんです。そして、その作る制度が、銀行マンの人が見て、あは、この人分かってるなというような形になってるのかどうか、このね、自分でやってください。 はいということでね、大体説明しましたけど、本当ね、この資料の説明、ここまでやってるところありませんよ。そして、これらの資料を全部埋めたら、もう恥ずかしくもなく、全部出してください。そして、1個の PDF ファイルにしてください。なんでそうしたらいいかっていうと、その1個の PDF ファイルをポチってやると、勝手にね、グイミミミって、こう、印刷されてきて、それを、はい、あすり上がったね、トントントンってやって、あのーね、次の出てくるこん、こんなね、レターパックで送るだけですよ。 ね、こちょっと説明するけど、これなので、もう安心して1個の PDF ファイルにして、そのまま印刷して送ってください、ね、あの最後、それ、どっかと契約になったら、あの全部ね、あのシュレーターにかけて捨てればいいですから、あのそれもめんどくさいっていう人は、あのまあ30銀行に送るんだったら、10個くらい印刷して、帰ってきたのをどんどん次の銀行に送るっていうね、こういう荒業もありますけれども。 はいということでね、PDF にして出力して印刷しましょう。20部くらい印刷してください。そして、その物件のある県や隣の県の地銀とかあの信用金庫、信用組合、それぞれの,店あの支店に送付してください。で、電話する必要もありません。なんていうかってこれがね、届くと向こうからね、あの電話がかかってきますんで。で、必ずね、えー、最初の人ね、もうなんか2、3個でいいんじゃないかなって思うんですけど、20部は最低送ってくださいね。30部くらい送ってください。 で全ての店からね返信があるってわけじゃなくて、なんだこの人アポもないのに、いきなりこんなの送ってきてって言って、まあ、寝かしてる、ね、担当者もいますけど、これ担当者によってセンサ万別です。そして同じ A 銀行の,、まあその現地支店と近隣の市町村の支店と、あとは自分の住んでるところの近くの支店とかに、ね、送ると、連携ができてるいい、あのー、銀行は、何々支店にも同じ資料送ってますよねみたいな感じで言ってきます。あちゃんと あの支店同士の連携が取れてんだなってうちの銀行の場合はどこどこ支店でこの案件は取りまとめますんで以後はどこどこ支店とやってくださいみたいな連絡が来たりもするし来なかったりもう要はねあのその銀行マンが自分で抱えてるのかもう自分忙しくてこんなのやってられねえよって言ってやってるのかあのいやいやもう本 もう店長からしばかれて、アパートローン、今年一1件取ってこいって言われてたのに、あの送ってきてくださって、ありがとうございます、この案件、ぜひ私にやらせてくださいと思いながらやってるのが、これ、センサー万別なんで、あの他の会、ね、でも言いましたけど、結論はこうですよ。あのそのご時世によっても、その金融庁の指導によっても、各銀行の融資姿勢は違います。そして銀行に、A 銀行、B 銀行、別の銀行同士でも融資姿勢違いますし、対応も違います。 それどころか同じ銀行でも視点によって対応は違います。それどころか同じ視点でも、その受け取った営業マン、ア、うん、パトロン担当者によって、もう対応が違います。だから、恐れずに、あなた何回も送ってきましたよね、これも送ってきましたよねって言われても、あ、はあ、そうなんですけど、あのー、ってあの別にね、そのちょっと迷惑ですけれども、それ私の人生にとっては大切なことなんで、何回でも送りますよ、それは。ね、恐れずにやってください。 そして、最低1行の OK をもらいましょう。そして OK が出ると、OK というのはね、あのこの物件は例えばこんなふうに言われますあの、30年ローンで金利2.9%でアパートローンで取り組まさせていただきますと、そしたらですねあの向こうもね、あのその資料を見て、あこれ、いろんな銀行に送ってんだなって分かりますんで、あの他行の状況はどうでしょうかてかって、ね、こう聞いてくるわけですよ。そしたら、あの今あの、検討していただいているところがあるので、 ひょっとしたらね、2.9%っておっしゃってますけど、2.6%くらいで出るかもしれませんって、一時言わなくてもいいですよ。ただ、2.6%で他の銀行でもう出たんだったら、それをぜひ言ってください。ね、あのあうちの銀行は2.9%でやろうと思ってるんですけどとあ、そうですか、実は先日、何々銀行がって言わなくてもいいですけど、他の銀行から、あの銀行地銀からですね、2.6%で30年っていうのをいただきまして、 もしよろしければ、私はあなたのところの銀行で、えー、取り組まさせていただきたいので、オンでも2.5%か2.4%、えーまあ、とかにならないでしょうかという、この攻めの交渉、これができるようになってください。 でそうするとね、向こうも取りたいんですよ、わざわざ電話かけてきてるってことはね、もう早く帰れこの、このや郎、この資料送ってくるんじゃねえという人はね、もっとそっけない態度を取ります。当、え、校、ー、では、えー、そのエリアはやっていませんとか、これ事実かもしれませんし、今忙しい、ね、別の言い方をすると今忙しいからう、もううちはやんなくていいよと言ってるだけかもしれません。ね、あの今月はうちの娘の誕生日だから早く帰りたいから、もうアパートローンをねあの、もう十分もう今処理してるので、処理しきれないんだ。だから。 ね、頭金は3000万円に入れてくださいとかね言われるかもしれません。はい、それとかあの担保を入れてくださいって言われるかもしれません。ね、1個で担保を入れてくださいって、担保っていうのは自分の持っている文献をその定当権つけさせてくださいってことですね。そって言われても、そんな物件ねえよーとかね、他に担保になるものありませんか、じゃあ、頭金をさらに1000万円上乗せしてくださいって言われるかもしれません。でも、それはその銀行でその銀行マンだから言っているだけだと思ってですね、実際他の銀行、全く対応が違う。 ことがよくありますなぜならばその担当者はこのアパートローンの案件を取りたいから。ということで、ね、恐れずにいろんなところにね、何回でも同じ視点に出してもいいです。まあね、あのそれは最終手段なんで、まあ、まずはいろんな銀行に送ってくださいね。ということで、まあ、最終的にはこういうレーターパックに作って、あのその分厚い資料をね、バ、え、ッ、ー、と入れてあの、ご担当者様って、自分の名刺を入れて、 あのまあ、さっきのフォーマット、印刷したやつをそのまま入れればいいだけですよ、であのクリアファイルかなんかに入れて、あの親切に上の方をですね、あをクリップかなんかで止めておくとかね、まあ、そんくらいやってもいいですけれども、もう一度言いますけれども、自宅の周り、自分がどこに住んでるか、で自,分あの自分の銀行の周り、その住んでる住居の周りしかやりませんっていう銀行もあったりするんですね、あ,の、まあ、あと特殊なケースはそういう物件もあります。 あとは、その物件の周りの銀行っていうのが、その物件に対してまあ気軽に見に行ったり、ここが自分のエリアですっていう担当地域が決まってたりするので、そこも送ってください。そしてね、あの案外ね、やらないんですけど、メガバンク、メガバンク、どうせ貸してくれないだろうって、まあ、メガバンクってテレビで CM を売ってるような、あの普通の人が口座を持ってるような銀行のことですね、まあ、3大大手とか4大大手とかって言われる、あのなんだか財閥系の銀行のことです。 うん、そこもねあの、勉強のために送ってください、どうせ断られると思っても送ると、あ、この銀行はこういう対応するんだ、この銀行はこの対応するんだってね、あの電話にこうかかってきて、その自分でリスト作ってあの、何月何日、どこどこ銀行からこういう電話がかかってきた担当者、何々さんみたいなのをこう来るために、まあ、メモっておいてです、ねあ、この銀行はダメだった、ダメだった、ダメだったって言って、ありがとうございます、見ていただいて、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いしますって言って、お任せすればいいだけですからね。そして あのよく電車の中とかでね、あのアパートローンとか、あの不動産担保に重きを置いていますとか、なんかいろんな宣伝が出てますけど、そういうとこもね、あの送っていいですから、えー、送っちゃってください。それとか、あの地銀、地銀っていうのは、あの都市の名前がついてるな,なんとか銀行とかっていうやつですね、それとか、まあ、あの信用金庫、信用組合、まあ、これ微妙に違うんですけれども、あのまあ、いろんなところにね、銀行っぽいところにはいろいろ送っていただいて、 でなんでうちにね、そのアパートローンやってないのに送ってきたんですかなんて言われても、あすいません、間違えましたって言えばそれでいいだけなので、どんどんね、アパートローンやってるかどうかもよく分か,るあの分からない銀行もありますしねで、まあ、でもネットで調べれば大体分かりますし、Google マップで銀行って入れたらバカ,バカバカバカって、その地域とか自分の家の周りに出てきますんで、それを1個ずつ住所をメモって送っていくっていうテキストに起こして、ねや、やって、その印刷したものをィーンって出してあの、ちょきちょき切って、このレターパックに住所を貼り付けていくだけです。 ね、簡単でしょそうするとね、もう銀行の窓口に行ったってね、あなた銀行マンで知らない人が来て、あのすいません、貸してくださいとか言っても、もう話が長くなるだけでね、時間の無駄なんですよ、もう、私が銀行マンだったらね、そんなお客さんが来たらね、まあ、義務的に取り扱わなきゃいけないので、まあ、相手しますけれども、そんなこといいから、もう確定申告の書類を持ってきた、あなたは何者だか知らないから、それを見させてくれと、そしてその物件はどういう物件なんだって、結局ね、書類勝負なんですよ。 ということで、この書類を作り込んでください。熱、ね、く語りましたけど、同じことを、ね、何回も言ってるところっていうのは重要なところですからね。そして、まあ、これも提出時にはあの削除するページですけれども、最後にですねこれをお伝えしたいと思います。失敗をなぜ恐れますか最初の1件目から OK をもらうことが、あなたの人生の目的ですか違いますよね,ね。何回でも失敗。 してください失敗っていうのはすべて一つ一つが段階的成功なんです。段階的成功っていうのはその階段を上らないと成功にたどり着かない、ってねここからここに行ってこれが成功だったらそこには必ず失敗があるわけです。成功と失敗はあのもうセットなんです。失敗が来たら成功に近づいていると思ってください。そして銀行から断られたり、高額の頭金を指定されてください。ね高額の頭金っていうのはお断りの合図ですからね。 ね、もう頭金いりませんっていう銀行はあのそのご時世によってはありません金融庁の指導でこうなれてなってるでもねあの不動産っていうのは必ずあの15年おきに周期が来てて今どこのフェーズなのかでどん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 融資資が変わってきますんで諦めずにチャレンジしてください今年できなくたっていいじゃないですか、ね、そうやって見れば見るほど自分の目が肥えるんですえー、やだ1年 1>, 1年以内に買いたいんだって、それは気持ちは分かりますけれども、あの株式投資して1年でいくら増えますかって話なんですね。まあ、この話はまだ何回もやってますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、他の動画でも楽しんでみてください。そしてね、そしてその都度、ね、失敗とか、まあ、厳しいことを言われたりして、成功の、ね、経験値が上がっていきますんで、でこれもし融資に難色が示されたんであれば、難色っていうのは頭金いっぱい入れてください、担保を入れてくださいそういうことですね。 それは銀行が危ないからやめた方がいいですよと言ってるっていうことなんですね。あなた命拾いしましたね。そこでやすやすと変えて地獄に落ちた人いっぱいいるんですよ、ね。その資金見積もりとかが危なくて。でもね、私の話してるのはもうやる前に全部絶対勝てるっていう確信を持ってそれでやってると思いますんでね。もうこの段階に来てこの資料を作ってるっていう人もあのこれまでの動画全部見てると思いますんでそ,そしたらあのその確信を持って この物件勝てる。じゃあ、あとはいかに、えー、なんていうかこう、頭金が少なく、かつ低金利で、長期間で借りられるのかっていう資料を作り込むってことですね。そしてこの、OK、が得らられたら もうね、あとは買い付け証明書を入れるだけですね。順番間違えないでくださいね。あのまず最初、ダミー物件でも何でもいいので、この資料を作って銀行側に見ていただいて、銀行側に OK をもらって、私はこのくらい借りる能力がありますっていうのを、えー、証明してから、あのあもうあもう こういう能力あるんですって言って、その実際に買いたい物件と交渉して、価格交渉して、この値段だったらもう買いますよっていう買い付け証明を入れて、そしてその物件に対してのこの資料をもう一回作って、銀行の OK をもらってやるっていう、そんな流れですね。えー、と、はい、ということでね、必ず勝てるとあなたが確信している状態になっているなら、この資料が全部自分で作れるはずです。逆に言うと、作れないんであれば、まだその確信に至ってないので、やめてください。ね。 でもうあの何回でも私の動画を見直してやってください、そして教えてもらわないとできないという感覚なら、ね、あのもう不動産投資を諦めてください、それか私に連絡をして直接の、ね、コンサルをぜひあの購入してください。私もあの時間がありますので、なかなか全員に同じようなその人の好みに応じた指導というのはできないので、今はこの動画で一斉配信させていただいているということです。でこれで これからね、あなたがこの不動産に関する、この不動産を買ったら、その全責任を負うわけです、そしてそれだけじゃないです、入居者が入居してくださっている、その方々の人生もね、その物件に関しての責任を負っていくわけです、つまりその方の人生の一部を担って生きていくっていう、そういうことになるんです。 ね、そんなこと初めて聞いたというリスクに直面する可能性もあるかもしれません。この動画で全てを語っているわけじゃないので、ね、いや、本当は白あれがったんですか、エレベーターが突然ぶっ壊れてあの1000万円の修理費がかかりましたとか、水道管が破裂して、え今すぐ300万円必要なんですとかって、ね、そういうことだってあるかもしれませんよ、ね。そういうリスクも全部自分で受け止めて、この不動産を買う、この、えー、地域やるっていうふうに決めて、それでも、そのリスクを背負ってでも、 私が自分でそういうリスクを背負わないで働き続けるという別のリスクを背負った場合にと比べて絶対得だと確信してだから不動産をやるんですよね。働き続けるリスクに比べたらそんなリスク小さいもんです、はっきり言って。働き続けるってこと自分が、ね、病気したり怪我したり年老いたらもう、ね、あの収入が止まるってことですからそうやって自分以外に稼ぎ続けるそのシステムを構築することに今は躍起になってください。でそんな、ね、リスクを背負って うこともあるでしょうそれでも、ね、そのこの物件を持ってしまった以上はあなた以外にその物件に関するリスク責任を負う人はいないわけです。ですからそのリスクをテイクして得られる、ね、リスクはテイクしないとダメですよ。あのリスクを取らないリスクの方が、ね、大きいですからね、多分ねあのそのリスクを取ってそれでも十分にリターンがあると確信できているそういう条件を自分で設定して自分が作った計画通りに。 現実を導いていく、ね。自分が作り出した未来の計画に現実を導いていく。そして、えー、そういうノウハウは今までの動画で全ててお伝えしております。自分の人生を自分の決断で進んでいく準備は整っていますか、ね、もうここまで動画見たも大体整ってますよ。そして、えー、あなたの本当の人生にぜひ行ってきてください。あなたたが本当にややるべきことやりたいこととりいは えー、そのお金をもらわないでも、お金1円ももらわないでも、本当にやりたい、そのことだけに時間をつぎ込む自分になる。そして最後ね、推進、ここまで言ってもね、こういうふうに言う人がいるかもしれない。ええ、めんどくさいよ、この資料作るのねしかもあのその申し込んで、この資料を。 この物件がダメだったらまた別の資料を作るんですけど面倒くさいよってね思うと思いますね勝手にでもね考えてみてください勝手に稼いでくれるこの仕組みを作ること自体はそれなりに大変なんですねしかし一回システムその仕組みを作るための努力をしてしまえばそのために使った1時間とですね自分が労働で使っ 1>, た1時間っていうのはこれ全く質が違うんです、ね。ちなみに普通の仕事で1日8時間で、まあ、年間365日ありますけど、まあ、200日くらい働いてどれだけその仕事に、つまりただ1回やったらその分で消えていく労働ということにどれだけ時間をつぎ込んできたんですか、あなたは。それと比べればですねこの資料を作るっていうのはシステムを作るための行為なのでここで使った1時間っていうのは後々レバレッジが効いて あのもう不動産というのはね、買った後ほとんどやることがないって言ったら、まあ、語弊がありますけれども、まあ、電話かかってきてクーラー取り替えてもいいですか、じゃあお願いしますと、そんな感じなんですね。だからもう自分の時間が空くわけです。その自分の時間を、将来の自分の時間を空けるための仕組みとして、これをやることに対してそんなに恐れないでください。というのが私からの,あの言いたいことですね。もう一度言います。労働で消えた1時間と 自分のシステムを作るためにつぎ込んだ1時間は時間的レアレッジのその1時間の価値が全く違うんです。その1時間のやつが何回も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 自分が、あのー、何もしてない間もずっと動き続ける1時間なんですね。だからもう全然そこで得られ,得られた時間が同じ1万円でも全く違います。そのあとの,のレバレッジが効いてきますんでね。ということであなたが長い時間この資料、えー、この時間資料のこの物件、 とその入居者の方々にねこれから愛していかなきゃいけないのでそのためのそういう方々を愛するための資料を作りますとあなたが作るんですはいこれでね少しこの資料を作りたいと思ったかもしれませんけどこれがね最後私の言いたかったことですそれではこの動画を見て、まあ、何回もね見直していただいてもいいですけども、まあまああのー、サイトにねダウンロードしているところがありますんで、まあ、そう そちらをご覧くださいそれではあなたの本当の人生にいってらっしゃいイエーイ、yeah.